こんにちは。スピリチュアル研究家の楓ですツインレイだと思ってた人と別れちゃった最近喧嘩ばっかりだから別れた方がいいのかな運命の人と言われるツインレイと出会った後もその後の関係がずっと順調とは限りませんツインレイにはパートナーの良い面も悪い面も全て受け入れることが求められ時にその現実から逃れたくて。 別れを選んでしまう人もツインレイは一度出会ったら決して分からないと言われますがそれはツインレイの絆の話現実の人間関係ではたとえツインレイでも別れを選ぶことはありますこの動画ではツインレイが別れを選ぶスピリチュアルな意味と理由について詳しく解説していきますツインレイとの別れを選ぶ理由は主に次の3つです サイレント期間に入ったニ節ツインレイだった統合を果たしたツインレイとの別れには辛い出来事だからこそ体験すべき重要な意味がありますこの動画からツインレイと別れることのスピリチュアルな意味を知り心の傷を乗り越えるきっかけを見つけてみてくださいね別れを選ぶ理由1サイレント期間に入ったツインレイとの別れを選ぶ1つ目の理由は2人の魂の段階が サイレント期間に入ったササイインンかもしれませんサイレント期間とはツインレイ同士が完全に音信不通になる時期のことサイレント期間という一時的な別れを通じてツインレイの2人はお互いへの執着を手放したり経済的精神的な自立を目指して奮闘することになりますサイレント期間の目的とはどういうものなのでしょうかツイインレイへの執着を手放す ツインレイとの依存関係を断ち切る一人の人間として自立するお互いを支え合う力を身につけるパートナーの愛を再確認するサイレント期間とは二度と再会できなくなる根性の別れではありませんツインレイのサイレント期間とは魂の成長に必要な過程であり時に自ら別れを選ぶこともあります別れを選んだように見えて実は 二人のステージは着々と進んでいるのです別れてもなおパートナーを愛し支えられるようにサイレント機関を活用して自己を内観してみましょう別れを選ぶ理由に二節ンレイだと気づいたあなたが別れを惜しんでいるその相手は本物ではなく二節ンレイかもしれません二節ンレイとはツインレイに限りなく近い愛情を感じられる一方で 相手に見返りを求める思い通りにならないと怒ったり嫉妬するパートナーより自分の幸せを優先するといったネガティブな関係がいつまでも続いてしまう存在です偽ツインレイとはツインレイに限りなく近い存在というだけで決して悪者ではありません偽物だから今すぐ別れるべきと考えがちですが偽ツインレイと 恋愛関係を築くことにも意味があります。先日もお伝えしましたが、偽ツインレイに恋をする意味は、本物のツインレイと良好な関係を築くための予行演習です。最初に付き合った恋人が運命の人だった。といったシンデレラストーリーは、魂がすでに成熟しきった人だけに起こる奇跡です。ほとんどの人はいろんな出会いや恋愛を経て、波長の合う人が。 少しずつ分かりやがてツインレイとの出会いを果たしますツインレイと出会う年齢は3040代が多いとよく言われる理由はツインレイの2人が経験を積んだからこそ今回は彼を選んだそのお相手は本物と出会う前に運命を疑似体験させてくれた二節レイだった可能性もありますもし別れを選んだ相手が二節レイだった場合あなたの魂は 本物のツイインレイと出会う準備が整っています。もうすぐ運命の出会いを果たす可能性は決して低くはありません初対面のツインレイの印象はこちらです一目惚れするドキドキするけど居心地がいい初対面なのにどこか懐かしい会話のリズムや波長が合う価値観がよく似ているこのサインがべて当てはまるとは限りませんがツインレイほどの波長の合う 良い相手には他の人にない特別感を抱きます。に節ツインレイと恋をしてツインレイとの波長を肌感覚で理解できたあなたは本物のツインレイを必ず見つけることができるでしょう。別れを選ぶ理由3統合を果たしたツインレイの最終段階である統合を果たした後、二2人は望んで別れを選ぶこともありますせっかく統合できたのに と思われるかもしれませんがツインレイの統合とはあくまで魂の成長過程に過ぎません統合できたら絶対にわからないという決まりはないのですツインレイの学びを終えた統合後のタイミングで恋愛や夫婦の関係に終止符を打つこともありますツインレイの統合後の別れとは例えるなら読み尽くした参考書を手放すようなもの ツインレイから全てを学んだ後も魂の成長の余地はまだまだあります次の成長の機会と可能性を見つけるためにツインレイは自ら別れを選ぶのですしかし魂の統合を果たした2人の絆が断ち切られることはありません別れた後もなお2人は生涯のパートナーとしてお互いを常に大切に思い続けます 元は一つの魂であり分かれてさまざまな経験を積んでより高く次元への到達を試みた存在であるツインレイはまさに世界に立った一人しかいない片割われです運命とも言える2人ですので出会った後永遠の愛を誓って仲睦まじく過ごすカップルや夫婦も相応にいるのですが中には分かれてしまう組もあります もう一度会ってよりを戻したいと強く願うのならあなたがまず伸びていくために気に食わないところを改善する努力をし別れる前の自分を振り返ってみて魂の育成を促してみましょうツインレイとの別れを選ぶ理由についておさらいしましょうサイレント期間を経てお互いに自立するため偽ツインレイとの予行演習を終えたため統合を果たしツインレイから全てを学んだため ツインレイとの別れには必ず特別な意味がありますツインレイの関係が完全に断ち切られることはありません連絡が取れなくなったりか言えなくなっても他の異性と付き合い始めても2人の心から片割れの居場所がなくなることはありません別れを受け入れることができた瞬間あなたの魂は一回りも二回りも成長を遂げるでしょう その姿をパートナーに見守られながら再びあなたらしい人生を歩んでくださいね。以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。